岡県の篠栗町にある88カ所の霊場を疫病退散祈願しながら全て歩いて巡る新企画篠栗四国88カ所霊場巡り。疫病退散という内容だけにあまりごねていたらイメージが悪くなると察した僕らは乗せられるままにお遍路開始。四国の本場のものに比べればと気軽に考えていたのだが、なかなかどうして本格的。前回の放送では88カ所のうち10カ所を回って終了。今回は11カ所目の15番札所への道中からご覧いただきます。ゴリパラ篠栗お遍路第2話、どうぞ。よいしょ、よいしょ。結構登る、まだまだ登る。また登んの、マジか。距離はミドルやけどきついな。あーちゃん、どうも。生き返った、生き返った。いつもより歓迎のされ方がちょっとやっぱこれ違う、これ着てるからかな。なんかいけそうな気がしますよね。何が？は？は？は？なんでそんなこと言うの？またあの階段だ。これラスボスクラスの道合ってるんよね、矢野ちゃん。合ってる。ちょっとなんか人がいると信用できなくなりますね。着いた。着いたぞ。いやきつい。よし、できました。ボムからトミさん、俺の時絶対ボム回すから。15番所トミさんボムマーキングみたいにやめてください。66、うわやっぱきついわ。お遍路どっちだこれ。これはどうだね。てか地図これだ。これなんで地図 見ないの。出すのが奥やった。信じられないんだけど奥やった地図なのに。オッケー、なんかすごいのがあります。ここかな。ここだと思うけどね。あれでもないね。地図が読めてないんですよ。ってことは人生の地図も分かってないんですよ、彼は。自分がどこにいるのか、どこを目指すべきなのか。今ここをこう来たイメージなんよ。向こう側に行くんじゃない。あっちか。おいおい、この坂また降りんのかよ、階段と。ごめんって。勘弁してくれって。ごめんって。こっちでしょ、こっち。あ、そっちで。この標識ちょっとわからんくない。これはこういうのを見逃さないでくれよ。申し訳ない、申し訳ない。書いてるだ、こんなわかりやすいのが。ちょっと難易度高かったな。チェックと。これこうですね。いや、ちょっと今審査員的にはチェック入りましたね。何の審査員。お遍路マスター。よし、隊長さん。はい。とんでもない事実が。何ですか。あ、隊長さん、頭の上。え、お隣の15番所。ああ、さっき言ったところ。さっき行かなかった。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。一回今、いや、ちょっと待って。さっき行ったとこや。で、あそこで応援してたやんか。もう一個あるとこ。もう一個あるとこ。嘘やん。それでも、書いてなかった？押したのは斎藤です。突き進もう。俺はいいんじゃないかなと思っちゃう。せっかく88カ所行くのに、一個だけピースがないって思う。いや、俺はまあ、絶対に88やりたいけどな、それは。え、この場合誰なんだ？入ってなかったんかね、斉藤さん。特に。いや、それはちょっとそんなのは見てなかったね。じゃんけんか。いや、斉藤さん。不利か、今俺。地図担当で結構俺もまあまあ言われたし。どう考えてもこう、勝訴に持っていけないな。いける斉藤。こんなことある？でも。前にしっかり言っとってほしかった。一応確認しといて。じゃあ斉藤頼んだら。いやー、きつい。行ってきた。あった、止まってきた。思いっきり変えてた。なんだったら箱、うん、隣にあった。そうもお前のミスやな。よし、行くか。ちょっととりあえず地図見ましょうか。そう、ちょっと見ました。いいですか。はい、今ここ、ここなんで、で次のポイントがここっす。うわ、
多分今まで全部歩いてきた道より1個の方が長いね。長い、余裕で。マジで助け合いしないと。これだからもう珍しく俺たちが一つになる旅かもしれない。いや、それを橋のとことかでやってたら全部ペペですから、ね、そういうのもうやめていこう。いや、これやろ、左側やろ、うん、あれ、うん、あ、ほんとや、え、ジェジェ左や、ジェジェ、ジェ頑張ろうね。道かな、いや、ちょっと待って、え、ちょっと待って、これ嘘やろ、この道であの距離マジやばいね。でもゴリさんがやっぱり体力つけてますね。うん、散歩してるから。ゴリさん何なんでしたっけ。歩き上手、歩き上手本当歩き上手になってる、うん、これでいいんだろ毎日1万歩以上歩くから分かって、何回も言うなよ。山がきちいきちい言ってます、一番細いのに。うるさい、もう絡むこともしてくんないですよ。カニがおるんですよ。カニがおるって、カニが、ゴリさんがカニ見つけた。また山なのにカニがいる。いた、いや見えてないです。あまりに手柄が欲しいから。カニの熱像、いたいた、さっき、あ、いた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 、ほんとや、冤罪でした、すいません。ほら、おお、謝る、失礼しました。俺がいるって言ったらいるんだ、カニは。カニだ、いやいや、もういいよ。本当や、なんで山にいるんだろうな。シミとワンコに、川のカニじゃないんですか。ここの川のカニじゃない、うん、こっからのカニじゃない。いや、何を不思議だったんですか。多分カニは海のものと思って、水やから海と思ってるんですけど、川にもカニいるから。素朴な肝。これはきついよ。いや、俺マジで普通の道ばっかりだと思ってた。俺もこんなことになるとは思わなかったな。ああ、アスファルト、道路、アラブアスファルト。そうだろう。うわー、またすぐや。一瞬渡るだけです。うわー、フェイクアスファルト。ほら、アスファルト行きて。本当や。口数がな減りましたね。明らかにも上りに集中してますよ。危ないもんな。こういうのも含めての56キロやから。俺たちあの山の行き来のすごい知ってるじゃないですか。だから56っつってるけど実際500キロやね。いや、それ行き過ぎやな。矢野くんが突っ込むべきやろ今。矢野、矢野くん、お前地図も見れねえ、喋らねえで休憩する。いやいや、歩けるんだけど、その何喋るとこがもうきついな。ちょ、待て待て、矢野、もう何のために歩けるのかなと思ってきて。どうしたんだよ、ペペ。俺のクリティカルなボケも突っ込まんしさ、山に染み込んじゃったじゃん。お前飛び抜かして俺が突っ込んでな。そうだよ、ゴリさんが一生懸命突っ込んでたよ。ゴリさん頼むぞ、ペペ。今日はなんかペペが、いや、朝からふてくされてんだよな。ふてくされてんすよ、こいつ。ふてくされてんすよ、当たったらいいっすよ、こんなやつは。やっぱゴリさんの速いよね、足取り。速い、いつもさ、ちょ待って安本がさ、はい、ちょっとゆっくり行こうゆっくり行こうちょっと、ちょっとキレ気味、ペペ、俺が行くわ。ペペペペ、あのペペがきちいって言ってる時は黙々と先歩いてる。だからペペもゴリさんゆっくり行きましょうって言えばいいのよ。いやいや、いけるいける。腹減ったな、握り飯食いて。帰る、えー、ゴリさんのやつやから怒るよ、ゴリさん。すいません、ゴリさん、カニぐらい大丈夫で。カニのタイトルだった。よっしゃ、わ、降ってるな。え、雨が降ってます。きちい。これチャンネル変えたらどうなるの。呪われます。いや、バチが当たるから変わってんな。来ました、1万超えた。1万歩です。過酷だな、これ。過酷っすよね、うん、すごい、山からほら、なんだ、なんで湯気出てる。わかんないんだよね。出た出た。あれ、なんでなんですか。矢野のなんでが来ましたね。YouTube で矢野のなんでっていうのやってるんですけど、やっぱちょっと怖くなる時ありますもんね。人生一度きりっていうのなんでっていうのを矢野が言い出して、ペペは人生一度きりやから頑張れって言われるのが嫌だと。ペペちゃん何言ってんの。え、だから俺そこはわかんないじゃん。一回しかないんだよ。ゴリさん口癖みたいに言うよ。そう、うん、ゴリさんから言われるのも嫌がってそんな言葉なくても、うん、そう、やる人はやるしっていうことじゃない、うん、美しい景色があるとしますと、うん、ここで見るのやめましょうか。いや、でも一回しかないけど見とこうぜって、その景色を見れる。普通に見ればいいじゃん。
もう別に言う必要なくないですか。自分が弱いけんよ俺は。その後押し1回しかないけんやっとくかとか、うんうん、ペペちゃんはそんな怖くない、ノーペイン矢野だからいかね、いか矢野さんは責められてるように感じるから嫌なの。いやいや、そんな関係なくしに普通にやるし見るし、うん、っていうことです。そんなことわざわざ言わなくていいだろ。言う必要ないんじゃないかな、うん、一度きりしかないから俺やりたいってゴリさんよく言うじゃないですか、うん。俺そんなでも一度きりのこと言うっけ。めっちゃ言う、めちゃくちゃ言ういつめちゃくちゃ言う、こいつめちゃくちゃ言うんですよ。でその横でいつもペペが何言ってんだこいつ。いやそこ言ってお前さ消しかけんなって。それがなんでなんすか。いやでもなんか花がない生き方だな。出たそれをさ、ゴリさん認める多様性っていう時代なんですよ俺それ最近思うんですよ。ゴリさん多様性ねえなと思って、なるほどね俺が全部正義だ、終わるべきだっていう気持ちがすごいそれは確かにあった。それがあるから俺なんか嫌だなって気持ちになった、ね、うん、いや人それぞれなのになと思いながらずっと聞いてましたよ、うん、それはでも今ゴリさん最近反省してるから。でもこの間ちょっと出てて矢野が貧乏ゆすりすごかったまあ、ゴリさん的には良かれと思って結構後輩にいろいろアドバイスしてたけど強めだったんで、ちょっと最近反省してるっていう。コロナになったのもあって俺はもう本当に今までの自分をダメだと思ったと。あ、反省した。反省して心が丸になった。なんかあいつですもう優しかったですよ。もう、うん、あれゴリさん付き物が落ちたみたいな、うん、2ヶ月ぐらいで、いや絶対俺はこう思っちゃうってなってたからあーってなって俺貧乏ゆすりしちゃった。でそれ富さんがその話聞いて変わらんよあの人は変わりたいと思う。ネオゴリ。でも腕の引き方がもう正しいのかもしれんな。いや正しいとかないんですよこれさ。引き方に正しいとかないんですよ。自分が納得いけばいいんですよ。今のはちょっと深いわ。でもお遍路でやっぱ歩きながら人生を考えるっていうのはこれかもしれんね。だって、うん、やっぱもう本当に生きてるだけで、うん、幸せだと、うん、でもちょっとこう夢とかねあるじゃない、やっぱビッグになりたいとか、うん、そういうこと頼むこと自体ちょっとダメなんじゃないかって思ったんだけど、一回の人生生かされてるんであれば、うん、高みを望もうという考えでその一回の人生っていうのがいらんってこと、ね、はい、いやだから別に自分で思っとくにはいいんじゃないですか。そういうなんか強要とかせんけりゃ自分で心の中で鼓舞しとけばいいんじゃないですか。共有が欲しいんですか。いやお前もそう思ってるだろっていう共有が欲しいんですか。いや分かんない、俺本当に分かんないから。なんでがもう炸裂してるよ。俺みたいな人もいればゴリさんみたいな人もいるし。そういうことだね、うん、いやまあまあそう。だそれこそゴリさん多様性なんよ、さっきも言ったけど、うん、ダイバーシティの時代だから。ダイバーシティってそういうことなの、うん、潜るやつかと思ってましたあ海の町かと思ってましたざっくりと竜宮城かと思ってました多様性の時代な。これが多様性の時代悩んでるな。ちょっと寒くなってきてる。あ、わかる。T シャツ着ないからっすよ。T シャツ。あれさ、マジで俺4回ぐらい、T シャツ脱いだ方がいいんじゃない？って暑かろ？めっちゃ俺の T シャツ脱がそうとするんですよ。抱こうとしてる。重くならんかなと思って。いや、これでも3日間これやったら結構達成感あるやろね。人が死んだようなところ回ってるわけじゃないからな。え？パワースポットを待ってるわけですから、うん、はい、体にはいいと思いますよ。ああそうです。人が死んだようなどういう例えをするんですかそれいやそのデンジャラスなとこじゃないってことでしょそういうことですよね。でもこのセミなんて全くコロナとか関係ないよね。俺違うよ、話して聞いてたとこと地球はっていう感じじゃないよね。どういうこと。それ宇宙から来たっていう設定ですかセミが。セミがどういう設定ですか。セミはほら6年間、うん、口の中こもって口の中で教えてもらってるってことですか。うっせえなお前行くからすよお前ダメだぞ。うまダメよ。ダイバーシティの時代だから、やっぱ全然きつくなるね。アスファルトってやっぱすごいな。すごいね、やっぱ。でも水戸黄門もこうやって歩いてたんですかね。歩いてない説あるんすか。あの年で行けないっていう。やめろよ、なんか軽く始めた話でめっちゃ嫌な思いになりましたわなんか雰囲気ある、京都みたい。うん、スクリーンのね、嵐の前急になんかあれですね。49さあ、長かったな。スーパーロングホールでした。うわぁ、マジ遠かった。これ明日、明後日やばいでしょうね、足。こんにちは。こんにちは、どうもおはようございます。今日はもう薬用祈願を。薬病じゃない、疫病。疫病祈願しちゃいかん。祈願しちゃダメ。退散。退散しない。退散だ。ちょっと黙っててくれよ。疲れちゃって。真逆のこと言うもんな。お願いします。ノーマルさん、マンダー、ボダナンバク。長かったね、ここ。
これは俺オレンジジュースいただきます。こういうのがやっぱいいんですわ。ありがたいな。すいません、ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、生き返りました。左はね、合ってんだろうな。大丈夫と思います。なんか足の小指豆もうできてるないやでもこれ時代にやってんじゃない、これ流行りそう疫病退散の向こう側見てますよね、森さん。商売するのやめてくださいよ横取り40万こっちゃうのよ、違うと地図を見ようよ逆になんで見ないの、怖くないの、臆病さを持とうって言ってんのようるせえな、こいつセミバリでうるせえな分岐点あるのにさ、地図見ないって。いや、多分あっちやと思う、多分あっちやと思う。違うな。え、多分さっきのとこだな、見てなかったから、ね、遠回りしてこう行ってここ行けばいい。ああ、なるほどね。見てよ、うん、これどっちか死ぬかもな。どっちが墓標になるんでしょうね。直すな、持っとけば。俺地図だけはやりたくない。はい、着いた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 。ドリアーふわっと起き上がった。まったくもうずっと地図見つつ、ほら見てみろ、よっしゃこいつマジでずっと一発やってやろうと思ってこれが 76ですね、はい。すいません。あーこれそうだ、これうわー16右の方ですね。16こっちです。これすごいね、上から鉄球が落ちてくる道じゃないですか。グーディーズ、うん、うわミネコー誰も反応しなくなってきたね。でしょうねあれ道なき道だ。もう道ないぞ。あのコロナで少なくなってるから草が生えちゃってんだ。うわこれ帰りもここよね。帰りもここです。おお、ミミズでかっ。うわでかい、これほら山ミミズでかい。昔は動物もでかかったってね、もののけ姫で言ってましたけど、結局あれっていうテーマはあの共に生きるっていうね、自然と文明とどっちが悪いっていうのはないんですね。どう思いますアスファルトです。オッケー、アスファルト。朝日屋の手前を右。そうそう、そういう感じでちゃんと見て、人生も一緒。オッケー。はい。うん。翔英さんやったらこの水飲むかな。いや、俺行ってると思うな。やるちゃん大丈夫。え？大丈夫。ちょっと暑かったっちゅうのあるね。え？洗い方が独特だな。天然のものはやっぱもうダイレクトに行きたいっていうのがあったら言って、どんどん行きたいな俺。大丈夫？弱い弱い、この水道じゃ。大丈夫？もうちょろちょろやな。ちょろちょろやし、なんかヘドロみたいになってる。アスファルトの方が全然楽だな。帰りアスファルトがいいな。そうだ、これどんどん短くなっていってる気がするな。こんぐらいになったらどうする？え？困るよな、うん、会話が小学生何箇所もあるあれじゃないかな、建物寺。あー遠い、あんな上。あれ、あ、お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 、行きました。聞いてみよう、聞いてみよう、あのお遍路の、お遍路道とアスファルト取るだけ、はい、で道路で書いた方が楽なんじゃないかなと思ったんですけど、もう安全は絶対に道路の方がもうすごい楽でしたと思います。何箇所ぐらい行かれました、うん、今で15、6箇所ぐらいじゃないですか。なんかそれはあのお参り、なんか我々はあの何だっけ、あの疫病対策何だったっけ、何だったまあ、全てのマイライフってことですね。はい、そうです。すいませんでした、ありがとうございました。いや、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ちゃんとしようよ、うん、一般の人もお願い、何だったっけっていうのないよ。ちょっとそれが出てこなかったよ。あ、アジサイですよ。俺取ってあげますよ。セイド、いいや、分かってるもん。もうここから紹介試合の時間だもん多分。何
撮ってるやんありがとう。撮られた時ちょっと嬉しいね。写真ルーレットだね。撮る時もあるから気をつけてね。あれか、あれか、あれだ。36はあれが天皇院。はい、天皇院です。橋です。こっちでやってんのかな。はい、アウト。なんでつくの。なんで言ったやん、ゴリさんが。俺言ったよね。言ったやん。チームワークの時代に入ってんのよ今。ぼーっとしてました。すいません。お前だけやでえーっつってんの。この急なの答えるね。いや、なんか敷地内に入ったからもう着いたっていう感じだったけど、めっちゃ遠いからちょっとやられてんすよね今。青もみじが有名みたいに。青いんすか。この緑のこと青ってことなんで違うかな。色変わらないですか。何色になるんですか。知らんね。仲良く行こうよ。いや、すごい興味津々です。すごいすごい、ほら雰囲気あるロケできるよね、ドラマとか。向こうも結構綺麗かったと思うんですよ。なんかカレーの匂いすんな。住職カレーかな今日は。お昼がね、うん、ここは不動明王様ですね。よろしくお願いします。できました、もらいました。うわぁ、雨がすげぇ。やばい、参ったな。すごいな、これ。ついた、端端。あ、ごめんごめん。今日はもう何回起こされるんやって、もう弘法大師さんが。やばいよ。うわ、助けて。さあ、折り返し。ありがとう。ご朱印書いていただきます。すいません、ありがとうございました。ご飯にしましょうか。すいません。いやー、これは思った以上に大変や。まだ1日目の折り返しです。自家製の甘酒とあったかいやつ、名物のところてんを。これが甘酒、自家製の名物。うまい、生姜が効いてるわ、生姜。いや、一番いいわ今。あ、いいね、うん、じゃあもうちょっと寒いんで、あったかい部分、わかめうどん。私がごぼ天うどんです。いただきます。いただきます。うめぇ、うめぇ、うまい。うまいよ、生き返った。これだ、うまい。